おはちこんはちこんばっち、ハチチャンネル始めていきます。今日はサクサクセスにて三塁手作っていきたいと思います。今回は名前を見ての通り回復天才ということで、ヒーリングカードと天才カードですね、こちら2枚合わせて持っていきたいと思います。頑張っていい選手作成していきたいと思いますということで、右投げ左打ちの三塁手で、フォームは適当にラン、オープンの97、好きな球団は日ハムでやっていきたいと思います。回復の天才カード、さあどうなることやら。はい、では行きましょう。うおっと、三塁手 F3つはきついぞ。弾道が2 47 60 37 40 32 39 32、はちょっとやばすぎないか。まだ回復おにぎりの位置がいいから許すか。でも赤マスがちょっと多すぎるね。ということでまずはこの辺ですね。で赤を青に変えたい。これは回復ほい。いやー、これは天才にとって不運でしかない。特の内野安打丸、超回復 OK。 待って待ってよ、これでハテナあと1つしかないんで、これが何をしてくれるかだね。ほい、カタップ。ステージ1がすっげー微妙。はい、ということで第1ステージおしまい。いや、これ天才じゃなくてもステージ1終わりでこれぐらいはあるからな、普通。はい、第2ステージ一気に帰れます。三塁手だからね。てか赤マスまた強制的に通らなきゃいけないのか。これパワーにタイミング的に変えたいな。痛い。これでパワーになったので、パワーに変えて、はい。でも元からパワー高いからね、無理に変える必要はなかったかもしれないな。よしよし、走力とかに変えればよかったかもね。はい、選手ミート、ヒーリングで帰りたいよ。できれば10 5以上5以上、ドーン6なら、よし。はい、ということで第2ステージおしまい。このくらいの能力だったら普通すぎるわ。はい、第3ステージ。赤マスが最初から結構邪魔なんで、弾道がいい位置にありますね。これ上、あー、また一気に変えますがあるか。これちょっと先に左赤踏んででもぐるっとしよう。弾道、よし、2段階アップ。これでパワー上げても OK ですね。逆境丸。まあね、ハッチがめっちゃ運動会してるんですよね。どうした、ハッチ。はい。走力すげえ、打撃型だな。さあ何が引ける。ミート、野球初心ね、素晴らしい。きたー、6 5 7 8 8 6、ちょっと低いね。はい、得の走塁 C パワー1。あ、これミートに変えよう。うーっと、ミートがバカ下がり。はい、ハテナ行ってパワー、このミートは捨てるか。さ、よし、ナイス回復。いや、ステージ3はなんとか助けられた感じしますね。守備系の能力がちょっとやばい。あ、てかスタート位置悪っ。檻の中からのスタートはやめてくれ。レアの、あ、パワー比が欲しい。よし、いい回復量だ。さあここからだ。この補給先に取っとくのありだね。で上から結局、降りてくるような感じになるんで、シャッフルもここにしかないから行くチャンスがない。さあ、うわー、これ即ロックオンだわ。いやー、これはちょっとやる気下げてでもちょっとロックオン回避。きた、よーし、 OK、 うまい動きできましたね。よしよしよし、まあワンチャン威圧が欲しかったけどね。これでパワー比がもらえるんだったら本当に威圧が欲しかったとこだ。はい、基本能力か、ミート。おお、すげえ、超打撃型、偉人伝。お、対エース、対左、
で葵さんパワーと肩ですね。プラ5または6、右上か、ちょっと遠いな。さあどうしようかな。降りてくるからね、ここまでは確定で来るんで、その後左に来るのか上に戻るのか、上に戻るんであろう。なのでちょっと無視していきますわ。そんなにパワーも今欲しくはないので、これで上に戻ってくるようだったら即右に曲がって、ゲットしに行きましょう。おー、無地が青来た。いやー、やっぱ上がってくるね。ここで捕まえて、よし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 、はい、ゲッツー。いいね、パワーはもう完走できますね。無地青になったので、ここがっつり取って帰りたいところだな。ミートちょっと1個無視するか。ここで理想は回復、最悪なのは無地赤じゃなくて青が無地だね。よっしゃ、超回復、素晴らしい。さあここから弾道は無視しちゃっていいので、ミート、いやー、これどうしよっかな。これいって青がなくなるのが痛いんだけど、でもでもでもやはりサクサクセス攻めないといけないので、いきます。素晴らしいね。でこれでしっかり取って取って取って、こっちも取っといて、いいよ、回復もするよ。なんだかんだで、守備系の能力も上がってきましたね。 OK、 ステ4でこれなら OK でしょ。てかパワー乾燥したし、弾道とパワー、マックスマックスいいですね。はい、よかった、博士いなくてよかった。博士いたら行かなきゃいけない、これは使命感ですね。そしたらまず右に2つ行って、下がってここを取りに行きましょうか。シャッフルが2つですね、こことここ。まあその間にカレンがやってくると思うので、やはり来た。まあ一番上なんで関係ないですね、速ロックオンはないので。ミート、おお、すげえいい能力。守備、1個2個か。まあ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 、1234567、奇数ですね、彼に会うには。まあどっかしら止まってると思うからね、まあ仕方がない。誰、お、基本能力確定かな。積極盗塁、積極守備、あまりくれるイメージはないので、ロックオンはないと信じてちょっと突っ込みますか。これゴールがね、結局下から潜るか上から行くかしかないので、ちょっとそこが行きにくいところではあるんだけど、ロックオンすんなよ。危ない、回避。おっと、どん底。いやー、またロックオンあるなー、これ。よし、回避。大丈夫。ミート超人で。いやー、そこじゃない。そこではない。いや、カレンがちょっと邪魔だねー。おっと、ミート下げ。2つで上がるかなー。マックスまで持ってけるかな、これ。1234567899でシャッフルしたいな。ロックオンはないから大丈夫。よしよしよし、1234、あれ、会えるんじゃない、会えるんじゃない、これ会えるんじゃない、会えちゃったね。やつ、お願いします。ドリンクか。まあ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 、そしたら回復取ってシャッフルかな。もうあのミートもパワーも乾燥してるんで、赤おにぎりさえ回避すれば、やる気絶不調なんでここは関係ない。てか取れるマスが近くにないね。おっと、来たー、無地が輝く。やる気上げ、やる気上げ、肩。いや、やる気上げって言ってもな、そうですね、これは仕方がないんで、ハテナマスを2つ連打しましょう。まあ最悪マイナス10マイナス5みたいな、そういうのじゃなければ帰れますからね。先こっち行っとくか。じゃあ、うおっと、危ない、無地側か。シャッフルしよう、シャッフル。これで青マスが
肩、総力。こうなるとハテナが怖くなってくるよね。肩ワンランクいくかな。総力ワンランクいきそうだけどね。はい、宝箱。お、これ隣、いやー無事、そこ2個どっちかだったのに2分の1で外したやつか。1234567、1234567。いやーそうだね、赤これ踏んで、弾道ミートパワー下げたくない気持ちがすごい強いので、よしワンランク上がった。これでヒーリング、お、ヒーリング動きましたね。オッケーオッケー。はい、ということで打撃専門の天才野手三塁手完成ですね。きたー。はい、ということで、名前変えていきたいと思います。はい、設定してきました。打撃ティーチャー、最初は打撃先生に、名前設定したんですけれども、顔設定ですごいいい感じの外国人の顔ができたんで、できたというかお任せで出てきたので、海外出身、そして、打撃先生をティーチャーに変えてみました。大学卒業、大学の講師みたいな感じかな。で、背番号は5番、生年月日はなんとなくの10月1日ですね。そして打撃フォーム、全然見てなかったんだけれども、オープン。わー、すげえいい感じじゃん。すげえいい感じな打ち方。これいくつ？オープンの97ですね。クルーズの打ち方、楽天。おお、なるほど。そんな感じでしょうかね。はい、ということで、設定終わります。どうでしょう？この天才だったら結構満足いく能力でしたね。三塁手、そして弾道4、ミート S の100、パワー S の100、乾燥乾燥。そして走力、B に乗って肩。守備補給が CCC、まあ、守る方でも十分いけるんじゃないかな。で、特能で言うと対左が C、走塁 C、 内野安打丸、逆境丸、対 S 丸ということで、威圧感、そしてパワーヒー残念ながら入らなかったんですけれども、すげえ十分、満足のいく能力になったかと思います。はい、ということで、はい、こちら、動画説明文の中にも書いておきますので、ぜひぜひダウンロード、そして高評価、チャンネル登録お願いいたします。ということで、バイバッチ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。スマートフォンの方は画面中央のアイコンを。パソコンの方は動画説明文からできます。Twitter では最新の動画情報をお知らせします。では次回の動画でお会いしましょう。バイ。